週刊ネットアイビーニュース、本日はヘルスケア事業部の小山がお伝えします。日本と中国を中心に国際共同で天然植物の研究と健康や予防医療の研究事業を行っている一般社団法人国際天然物機能開発研究会は、先月23日中国遼寧省の瀋陽市内で国際シンポジウムを開催しました。研究会は九州大学と中国の遼寧省が国際的な研究事業の連携を目的に昨年10月に発足、九州大学大学院教授で農学博士の近藤隆一郎氏を理事長に、岐阜大学、長崎国際大学、佐賀大学、遼寧省中医学大学、瀋陽薬科大学などが参加しています。研究会では天然物由来の生理活性物質の探索と機能性の解明、国際的な産学間連携による医薬品や健康食品の開発、国際的な技術交流による人材派遣及び人材育成、健康や若さに関するセミナーの開催などの広報活動を目的に研究活動を行っています。本部は九州大学におき、生薬研究は長崎国際大学、臨床研究においては遼寧省中医学大学病院内、新薬研究は瀋陽薬科大学内にそれぞれ研究所を置いています。国際シンポジウムでは近藤理事長と同じく研究会副理事長で遼寧省中医科大学教授の李元氏の司会のもと研究発表がなされ、中国医科大学の菅教授が HIV 感染など持病の早期発見の必要について科学的に解析した研究成果を発表したほか、日本からは九州大学農学研究院助教の清水邦義氏が機能向上品を目指したナチュラルアロマの人の心理、心理応答解析をテーマに香りの機能性についての研究を発表しました。試験内容はパソコンで作業する人に低濃度と高濃度の香りをいくつか提示し、脳波計と心電図を使って正答率と反応時間で検討した結果、低濃度の香りが作業効率が高濃度より上回ったといい、このほか作業効率を下げる香りもあったことを話しました。清水氏はこれまで香りの研究は様々な分野で進められてきたが、それを結びつける正確な検証はできていない、今後は科学的かつ多面的に理解することでどのような香りと量が有効なのかの研究を進め、エビデンスを構築していくと今後の香りの機能性研究への姿勢を明らかにしました。また続いて講演した岐阜大学応用生物学部教授の三永徹氏がサイプレス再生油を吸入したマウスの肥満抑制効果と交感神経活性化について講演しました。有効性データの少ないヒノキ由来の高濃度の精油を使った動物試験を行い、肥満抑制作用や交感神経の活性化が見られたという試験結果を発表。研究会では一試験でさらに検証を進めたいと今後の取り組みについて話しました。研究会のこれからの取り組みについて近藤理事長は、今後日本と中国だけでなく交流を進めているシンガポール、カナダ、フランスの研究部門と連携し、国際的な研究活動の幅をさらに広げていくと話しています。以上、ネットIBBニュース、本日はヘルスケア事業部の小山がお伝えしました。